シルクメビウスは日本の競争馬。馬名は冠名のシルクに人名メビウス。主な勝ち倉は2009年ユニコーンステークス、2010年東海ステークスブリーダーズゴールドカップ。シルクホースクラブの出資馬で募集価格は3万500口の1500万円。デビュー2戦は芝のレースへの出走。先行、中断待機の先方を取るも成果はなく。 放牧休養後は、ダート戦を使われる。2009年2月、小倉の条件特別から田中博康に乗り換え、以降同馬の騎乗は主に田中が務めることとなる。6月には、ユニコーンステークスを制止3連勝で人馬もに、重賞初優勝。さらにジャパンダートダービーでは2着とダート路線にて、頭角を表す。秋に入り休養後2戦目となる。 トッパーズステークスでも後続に5場審査の解消となった。その後はジャパンカップダートに進み、後方待機から足を伸ばし2着と検討した。2010年4月25日のアンタレスステークスから始動スタートで後手を踏み、交渉面でポジションを押し上げて中段から足を伸ばすも、届かず5着に敗れた。次走の東海ステークスでは、中段追走から直線で据え、足を伸ばし、 ゴール前でトランセンドを首さかわして重傷2勝目を挙げた。ブリーダーズゴールドカップでも同様の鋭い末足で2着の金引きりに4馬審査をつけ優勝。秋に入り11月3日の JBC クラシックでは中段から追い上げるも4着止まりだった。12月5日のジャパンカップダートでは後方から足を伸ばしたがトランセンドの5着に敗れた。 その後は12月29日に行われた東京大賞展では安城が内田博之に乗り換わって出走したがスマートファルコンの5着に終わったフェブラリーステークスで始動、後方に控えたが直線で伸びをかき発着その後連覇のかかった東海ステークスでは中段からレースを進め3から4コーナーの中間地点で外からまくってきたがワンダーアキュートの3着 この年は出走しなかった。2013年5月30日付で JRA の競争は登録を抹消。門別競馬場へ移籍することとなった。移籍初戦のレースでは久々の勝利を挙げるも、その後は勝ち星には恵まれず、2015年5月28日の赤レンガ記念11着を最後に現役を引退した。5位入選後、10着に到着。 ありがとうございます。